高校だって第11レース発走インからまず地元一番山口幸太郎の前取りです。2番岩崎雅史が番手、そして3番甲斐康明3番手、6番の伊藤翼、4番の高橋誠太郎、4番高橋がポジションを前と進めます。7番の荒木隆弘、そして5番高倉俊彦、並びが各課徐々にと作られていきます。まず地元山口がスタートを取りましたので5番の高倉が先頭まで車を進めて九州ランキングです。4番の高橋誠太郎、初手のポジション3番手を伺っているんですが、2位では2番の岩崎がここは折り合ってバックを踏みました。従いまして7番の荒木、3番の甲斐、2番岩崎は関東勢の後ろということで、4番手以降に東日本ラインの3社、遠征メンバーの1人6番伊藤翼は短期戦で初手は最高位です。2対1対3対1の一列向上です。競争は1002周回目、リコーダーを回りました。地元に任された5番高倉先頭です。山口幸太郎は近況を守っての連帯もあります。7番の荒木隆弘、さあ後ろは2人強気にレースを進めそう。3コーナーから4コーナーレースを動かしました。果敢に風を切りますか。後ろ3番の甲斐はメンバー中得点上位の存在です。さあ5番の高倉が車をここは引きますか。7番の荒木がまず前に出ました。九州コンビはうちのコース車を下げて4、5番手、4番の高橋6番手、最後尾6番の伊藤で一本棒金が入ります。前に立った7番の荒木は緩やかなペース、3コーナーから2センター、3番の甲斐、そして2番の宮崎は関東勢の後ろに決めての3者のラインです。5番の高倉4番手でまずは流れをここはじっくり見ていって、短期のメンバーに動きなく、レースは最終周回1コーナーを回ります。7番の荒木の先行です。5番の高倉4番手、前と一車身車間があって、2コーナーからバック1列棒状、さあ7番の荒木高弘ぐんぐん飛ばしていきますか。5番の高倉山口を釣りまして3半まくり追い込みで2センターから4コーナー3番手、番手と外上がる3番の甲斐の牽制直線コース、まずは5番の高倉か。インコース粘った7番の荒木でありますが、どうか。第11レース AQ 特予選競争4組目、リプレイ像をご覧いただいております。7番の荒木高弘が後ろ2人連れましてぐんぐんと飛ばしていったんですが、5番の高倉車間を切って中段からの仕掛け届かせました。5番高倉です。